タートボタンミスで、なんやろ、ブラックホールに、ブラックホールにそういうエナジーが吸い込まれていくんだよ。貴様なの、はいよ、存分に見せるがいい。はいよ、オッケー、じゃあ行きましょう。影響台ダッチ C ブロック、影響台は C ブロック、2戦目統合現役の組は演技でマザスパイルドの先方、ほらこんなブラサー嫌だ、めっちゃうまい。マザスプロトブロック、ペナコバーサスカイル軍、ほらこんなブラサー嫌だ。もうね、ほんまね、あのキャプテンブラサーのテーマが流れてくるんですけど、もうほんとね、新業という新作が発表されまして、楽しみな同時に思いきや時間が経つね。また楽しみな、おおお、あ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 、え、これ赤いやっちゃう、ほらね、ほらね、悪い、あ、あ、ピオリのプレッシャーに負ける、ケナコプレス、ケナコのフェイントプレス、まあね、ACPR 本作の名は画面貸しの火力並びに起点値が非常に高く、まあ、ケナコさんは、ね、毎日みんなを携帯してこのレシの核を務めてるわけですが、どうしよう、まるでどうシャープ、このシャープから伸びるが繋がっているのか、ここなかなか強い。そしてダッシュ6杯、お前何してんのというこのケナコの目線、ジジオーバーヘッドはあまりで使える、キーパー回った、バイスから回って、バイスから回って、同時に誰か俺と一緒にバイスって言ったら今アルファス、あれあれ芸術家っただけ、わからん、今の動きはわからん、裏下段レスティプ青中段、まずはケダコからカエル君って切符持ってたっけ、まだだよな、ちなみに C ブロック本当にだから切符持ちが多いですね、5人切符持ちなんかやばい、大将戦スイランとマガトロサク VS アナログ赤木馬をジャスティス、次は本作のツリガーのキャラはスレイヤーではなくてジャスティス、火力は置いてきた、まず火力は置いてきた、まずスレイヤーに火力が出なくなったんでもうちょい火力で出るキャラに変えました、3点を固める、さあこれジャンプアイからミカエルソード、ね、ジャスティスのミカエルソードというのはとにかく強い、そして出し投げ、体で受けるが円滑、シャーハハイド相打ち、ミストバイナーまで第1ラウンド殺虫に立ち上げ、ロッケが通る、大変そうだ、やりすぎやろ、敵ガードさあね、ここから NB を盾にして次がラインを返す、ミカエルソード3発 NB でガードバランスが光ってしまうというね、本当でした、あとジャスティス意外とバックステが優秀、距離も長い、さて C 筐体決まりましたかね、 C 筐体は8000かな、8001が右手の勝利ですね、それでは新兄弟2試合目、おっぱいとおっぱい対超音速の5番の試合やります、おっぱいとおっぱい対超音速の5番の試合やります、2-0 新兄弟でおっぱいとおっぱい対超音速の5番の試合やります、代表者の方、はい、はい、代表者の方、おっぱいとおっぱいと超音速の5番、代表者の方、はい、じゃあじゃんけんして、はい、代表者、はいはい、というわけでアピールしてください、自分がアピールしないと相手に見つからないんで、
相手のアピールを期待しないでください。自分でアピールしましょう。じゃんけんしてワンピースのみ続き決めたら別れてください。エビ兄弟2試合目は今決まりましたと武士軍団、今決まりましたと武士軍団の試合やります。はい、代表者今決まりましたと武士軍団、はいはいはい、じゃんけんしてワンピース2秒決めて、じゃんけんしてワンピース2秒決めて頑張ってください。ミステリアスに決める、うんうんうん、ミストファイヤー、ほら、エルシンパー、センスが違うんだな、センス。 You win。 そのうちの一つが C ブロック。見ていきましょう。お前の拳で聞いてみろ、バースガイドマを先方運動の流派、キリバーサスアナログ辻川、どこ見てんだ、どうしても取ってるようなキンキップ、間違いないよ、どうした、この拳すごい、5枚キンキップあります。 C ブロック、キリバイケン辻川、どうしたっけ、惜しかったね、こんなもんか、中間距離結構治療牽制もなかなかいい技を持っているらしくて、だが治療が通らなかったら空中から行けばいいというのは対戦格闘ゲームにおける基本。まずは振り前へ、ジャンパイ振り投げ漏れだが落として、すげえ調べておる、こいつかなりを相殺できる技。さて NB モード、まずは上から K から投げて、だがスクランバック打開していく、ザクルで落としてバックステ、ジャスティスとバックステって感じ、バックステって何フレ18の10ぐらい。さて C 兄弟はさっくり決まりました、超無速のコパーが勝利。じゃあ圧戦1対超無速のコパー、圧戦1対超無速のコパーの試合があります。新状態じゃんけんしてワンピース2秒決めて、そのまま別れてお待ちください。ワンピース2秒決めましたら別れてお待ちください。どうしたどうした、どこ見てんの、どうした、何がい、何がい、舐めてんじゃないよ、何がい、どうしたどうした、さあ、まずは次が追い込まれたから投げ返すぜ、ラスト見てからロバキャンガード、そしてそれは違う、どうしたか、リカエルブレードの間違えた、よかったね、相打ちだけど、ジャスティス根性値いくぜ、ゴーやんな、そうジャスティスの根性と伸びがつながる対象戦、ミニラミミスターからでバーサスヒロトブロック、クリードバーサスカエル軍、召喚に当ててレーダーをどうせ、この辺は意欲したものフリード、ジェリーカウンターから四隅レベルに押し気もなくフリードに対して、ここでダウンから裏表すげえバックステか、あれっぽいに解決で EK クルフォルトも追いかけてかかと、中段の見えないのゲームでしょうか、キラーからワンコン、そして最後は空中ダッシュをきっちりと空投げ、大事なフリード、カウントだったか、なんかすごいことになった、レクルさん裏からめくりキラージョーカー、これがブリード、この動きがブリード、あ、そう
てる決定戦クリード VS 辻川シューダー第1ラウンド、おっとスライドダウンを取り切れないイリガラ、だがここはコンボミスになったか、コインの制圧がね中間距離すごい面倒くさそうなジャスティスは控える J ハイ、だがちょっと高いよね落ちない、キラーで突っ込むが、おっとミスファイナー差し返した、ダークスピード50に遠征が遠滑 NB 青だが冗談遠征の振り方がスピードいい、遠征がガード入れ替えてる、ここから寄せない立ち回りを作っていきたいが、さていろいろ決まりましたかね、C 筐体は決まりましたね、 C 筐体は超音速のコマンが勝利、これは超音速のコマン、 B 筐体どうなりました、イニシャル D と竹志軍団、イニシャル D と竹志軍団は、あ、ごめん、そうそう、今決まりましたと竹志軍団、竹志軍団が D、聞いてろ、アイナビー兄弟、たけし軍団とイニシャル D、 たけし軍団とイニシャル D の対戦をやります、ワンピーツーゲーム目で分かれてください、では C 兄弟 F ブロック、 C 兄弟で F ブロックやります、 C 兄弟 F ブロックやります、アッセンディ永遠の17歳、地域に妖精界がないので運命力低い、新兄弟にお越しください、アッセンディ永遠の17歳、地域に妖精界がないので運命力低い、新兄弟にお越しください、センスが辻川を上から押し通ったブリードというわけで1位決定戦ですね、東方ごめん嘘、お前の拳で聞いてみろ VS 東方芸芸記録見派演技付け先方東野留学キリ VS スイーランドマガトロサテ、まだ投げたら円滑神髄 ES から仕込み中だから6割、さらに投げを通して変化せ神髄、ジョジョプレイだけど ES カウンターから足払いステジャックルート、第1ラウンドはサトゥージョニージョニーマイケの相性、まあ、結構ね昔から議論が分かれるところなんですが、変化すまでこれはめちゃう、だが変化できない、よりシャーラー S レベル2、これは無理なやつ、まずはサトゥ、ジョニー VS マイケルは昔からどっちが有利かで議論、大挑戦ですね、2代目ミスターからでブリード VS、 ほらこんなブラさ嫌だ、ってなりますけど、ケナコブリード VS ケナコ、マッハステップからの 6K、 この切れ味鋭い動きがブリードの魅力、切れ味がある、すかし目だ、ダウンスラバリは失速けども最後におっと、サンケ怖い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 、あ、うわ、バタイ
ではバーカイこちら先生が出しめで今カウンター逃さない第1ラウンドリードリバインブレードカウンターでちょろりと跳ねるようになったキャラバネが弱すぎたリバインブレード第2ラウンド投げ取れずデスクで待ってこっちへおっと繋がらないだがコインが当たらないからのお互い不運なコンボミスへ分け合ってファーストを吐き出す盾が立つラストさすがにさすがにデスクミスト中断結構あのミスト中断地面をねフリーの対応しますですねバナナに動く縦ライン逆ここで拍手を設置したアケノコクーラム切れ味気持ちいいからステジャックケナッコ臨戦がまで残り1割弱今に使ったところこれ赤いやつやこれ赤いやつや中断レスティブからワンコン1-1第3ラウンドテーラーラップステにかかったがさらに殺しに行くがフリードここは冷静にガードレスティブが当たるいやーあかんあかんロッピーカウンターはあかん冗談カウンター美味しいフリード反撃しかし3点暴れオーバーエンドキッス当てへピオリこの気絶時間に勝ったのはケダコというわけで C ブロック抜けていったのは東方現役のに期待してはいけないギルティーでは割と本当に遺産プレー営業隊第2ブロックですね1戦目浜崎結婚しましたバーサス180サビマッチ先方 NO バーサストーマス岡部松浦さあで B 兄弟決まっている勝ったのはテスタメントということはイニシャル D B ブロック抜けていたのはデイデフレイニシャル D デイデフレのイニシャル D が抜けとなりますじゃあ B 兄弟で E ブロック B 兄弟 D ブロックいきましょうアイウラ元強キャラ破滅へのロンドアイウラ元強キャラ破滅へのロンドは B 兄弟に移動してください1戦目、アイウラと、元強キャラ、アイウラと元強キャラやります。アイナ業者、ジャンケンしてワンピース、ピオキメ。アイウラと元強キャラ、アイウラと元強キャラ、ジャンケンしてワンピース、ピオキメで。まずは分かれてください。ワンピース、ピオキメたら、まずはワンピーが次が分かれてください。さあ、営業だ、まずは映像が、第1ラウンドです。ではブレイブルー唯一のそして、最強のレイチェル使いとして期待がかかっているだけにそれあと明日の前哨戦も間2戦目圧戦2と、地域に陽性界がないなんで運命力低い圧戦2と地域に陽性界がないなんで運命力低いの試合やります代表者はい圧戦2と地域に陽性界はいはい代表者手挙げてくださいはいはいはい圧戦2はい代表者圧戦2代表者はいダンケージワンピーツーピーを決めてくださいさあ名兄弟取ってからの対象でハマーバーサストームス尾形トームス尾形MGA です 1P2P 分けてくださいー
じゃんけんしました。
はい、じゃあ C 兄弟スタートボタンを押して試合始めてください。 B 兄弟アユーラ21、アユーラが21。では B 兄弟で、破滅へのロンドと、元強キャラ B 兄弟で破滅へのロンドと元強キャラの試合になります。何でしょう、破滅へ出てください。 B 兄弟は浜崎結婚しました。まさか騙し雨 E ブロック唯一の金切符ジョートジョバーナー、シュートアクセルを要する駄菓子屋勢。まずはまだ CR、 CR ソロが勝利。対象戦エノー VS ジョートジョバーナー、ジュンエノーの炎上っぷりがヤバい。エノーのこのハイスラバットスラグのブッカーセンプリがヤバい。ここは J32 SP とだが目の前アクセル、やっぱり相性差が半々にある。 GP アリアでだいぶマシになったんですが、初戦リキルド GP ラッショーセン、しかし振り出さない 0.1 ゾッカー、サムレアルアイザーティーが青が出ない。データが通って体力が逆転。ティーズはヘッドはロッピー耐久だがティーズが出ない。ここで曲座、この技が速いんだ。第1アウト順ポイント、お互い2段目からラジオで通しません。アクセルオーバー、今回この技めっちゃ弱い。ボールカウンターから SI で落として、でなんかタッチピン、ロックピン、マット TS 大群カウンターだがクリアしない。ロックさん立ち回り、ダウン取ってラグ朝ラグで、ランラグラグ、これは削り切りもあるね。A の取り返す11、大差ラウンド、そう、足場で持続重なってない。もう1回ゲージがない、お互いゲージがないね、コントもない。エース、この前に完璧フレ、ここで連戦指のジャンプエースで発揮、相手チューチューラインカード、ラインダッシュしたがジャイアンツ足 JK 腹に回る、どうする、最後は遠距離です。やはり昔に比べて荒らせる要素がかなり増えたんだが、決定戦 NO VS CR、 グランドコースがまあまあまあ、これはバーストで耐える、サギ飛び投げ、パスワーがコブナだ、コブナだ。さて新兄弟決まったかな、これ新兄弟勝ったのは何対何、リードロ永遠の17歳がこれで2勝つわけで、 F ブロック抜けていったのは永遠の17歳、F チームとなります。 C 兄弟設定戻すんでちょっと待っててください。 C 兄弟設定戻すんでちょっと待っててください。集団通っちゃう、バンディーとからグリーンブート3バンディーで締めて、バックステオブキラで使った、おっとフィッシュない、あ、エロのエンジョイ、カリスマバットスラのエンジョイを、さて、ここで攻め、アビービス当たらない、シアガイを上げる、最後は裏からチェイス11、ピーゴダイ 2-0 ピーゴダイ 2-0
台浦破滅へのノート台浦の試合やります。じゃんけんしてワンピース強くてくださいで、D ブロック3試合目100足サニーパンチ VS 駄菓子屋勢、駄菓子屋勢は 1-2 負け、そして 1-2-1-2 で星が5分で終わっている浜田結婚しました。とりあえず勝つしかない駄菓子屋勢、先方戦コーヌス岡部松浦 VS シアル、オーケラバディ落ちなくて松浦、往年の動きを取り戻せるか、クリーンヒット、シアル松浦でもネットワークで返した、足カウンター、松浦松浦松浦3 4、バディ苦しめるか、まあまあまあ松浦負けない、ここはボールか、下げな、ボールかで返す、3大事なんだ、シアル
ースは1位スコーに来るが、これかからなかった。シャガハイが通る。ミカエルブレイド第1のダイムG。はい、ヤンキーしてワンピースに決めたら分かれてください。ハメ野郎とザ・ハメ野郎、まずワンピースに分かれてください。ヤンキーしてワンピースにまず分かれてください。ワンピーガード、ツービーガー、まず分かれてください。ワンピーガード、ツービーガー、分かれてください。バッティガーバッティガあまり減らないんですが、それでもまあ殺しきった。順取り返し1日、はい、これが強い。反発形成にシャライがあるだけではない。シャライが通るですよね。よりまでというわけで勝ったのは108式サニーパンチ MG4 5チーム、そのうち3、そのうちの3チームがすでにかかっているわけだ。1チームが落ちました。5チーム目の敵者程度 G ブロック影響が敵者程度サバイバルオブザフィッテスト、サバイバルオブフィッテスト、シカードやってバーサスマルモリダンサー、戦後ドグラバーサスボフィー、まずここでハイサーベイでロットすると足払い。サンピーはでもやっぱりいいリースで、じゃない、カウンター、ここはバーダイしなかった。初めてカウンター、イッツレイト、ビッパー、今回は手だけ残るか、残ったよ、何もしなきゃいけない。 6K2 回息を吸うように吐いていく。第1ラウンドはドグラ、先方ドグラバーサスボキー、8K 割っていく、直がきっちり割って PK 中中お前がどう、8つが通るですよね。 D リースでこの技が重ねを許さない。立ち合い6ハイルート、 DS 広い、高い、これがなかなかのコンボプレイヤー。 S裏バースト青、危ない、すごいすごいどっぷり感じようなこのスレイヤーの動き。サンピーが 6K でかわされてしまう。分ちょっか 6K まずはどこのスレイヤー、どっぷり感情適当すぎるやろ。何やってんだ、エリマキトカゲ。大将戦、エキシャン VS 激横プンプン丸、オコ激横、激横プンプン丸、この中のグランドトータがエキシャンプンでバースト、幽霊回収しながらバナナのスライドダウンもきっちり取る。リングに差し込んで強く体幹まで和歌山勢、和歌山勢のチームマルミダンサー大将に結構強くなる。これはなかなかの動き、エキシャンに対して気を取っていない。エロから犬のラインが上がってくる。ジャグニット、ここで中下同時を迫っていったが、犬がボルカを消しながらほっぺを剥がし、さあ B 兄弟決まってますね。勝ったのはサメ、イゼロ、さてじゃあ B 兄弟2試合目、イゼロ
王子と笑わない玉。さあ、この本体王子と笑わない玉の試合やります。断言して、マッキー準備を決めてください。ザッと変態王子と笑わない玉。ザッと変態王子と笑わない玉の試合やります。代表者、はい、代表者。はい、ザッと変態王子と笑わない玉の試合やります。ザッと変態王子と笑わない玉の試合やります。はい、代表者、断言して、マッキー準備を決めてください。ここで本体が来たところボルカで止める。さあ、ワンチャンスケーブルゲマンガードイクシャン下がってケン寄ってきた。バスト助け差し込んでキャンディーが出ない。ゲゲゲゲ下段4発さらに本体に寄ってきて、なんとなんとなかなかにうまい。 G ブロック2試合目となります。意地でも押し通すバーサスの皆さん、先方ロズバーサスモッキー、ロズとくすぐというチーム、大事和歌山でチームモッキーハート激変激変冷静なカウンター。ここはバーストを使ってくれ。ロゼは中からとよく見ている。同じように走り込んでいい目になるからダイエン、ここはガード甘えさせてもらっているので中ガード、中ガード、ここは全体で何もない。社外カウンター、おいしい。コップで締める。5回と繋がっていない。青投げ出てる。タッチピー天空さんを潰した大事なんだ。ボキアクセル第2ラウンド、ダイエー読んでいた。ガードバースのため連携の系だね。どうぞ迷わず走り込み中段ガード、ダイエーなかなかダイエーにリスクを背負わせられていないロゼ。3ピーを軸にしたため怖いところだがエクレス止めた。ちょっと遠くない。ファーストースマニアーセルロゼ、ヤクセルが押してるでかいだがターンが変わる。ロゼの攻め、ロゼの攻めでやっとリスクを背負わせられた。エンセン多少さすがにジャンプ伝わっていない。これキーパー取ったぞ。さかけギャラリー拍手。 J ロッピー危ない、ワッチ危ない。ガード固めていくボキ、ここで車内カウンター。まずはボキアクセル、これは願ってもないチャンスが巡ってきた。丸森ダンサー対象戦スーパーサス激横プンプンガル激プン、日本に5人しかいないスーパーチップのうちの1人スペン。おお、ここでダンレーそろそろ賞味期限が切れてきたら、確かないからここで足払いタイプ、足払い取ってジェイズが通る。グランドタンペドリルキックで下げていくとか、ラストを分け合った体力リードは激横プンプンガル思って起きてめ裏中段ガード進むっぽい。現在の立ち回りだがここでボルカリックバイバーなら燃やせばいいじゃないと。ジェミーに入り直下に2段ジャンプで抜ける。ここで噛み合った。おお、たった今のジャンプエース休み、ライオットで抜ける。逆に回って JK 電動重ね、逆にガンマからガンマもう一回FB ガンマからの K。 なるほどね、そういうタイミング合わせが第一ランドですね。万歳
っと奥からちょっと奥からこれ見ていくアルファ逆に回る次はチョプラボールがカウントマグリースエーあとフィニッシュ大丈夫だねすごいリードは激分ルキラは通らないすぐとヤンマグレード 6P バーストケースが中段で切ってボルカを使わせる寿司すき焼きビッグアルファグレードガンマブレイド進むが大将戦を制する話になんねプレイヤーが育っている感じ決定戦進む VS スポキーチップ VS アクセルリレーすき焼きコルトで死ぬおっと美味しいそしてすかさず2位です置いてあるじゃあカウントでかいリーズンから2位地味にダメージ取れじゃあカウント2位できっちりつないでアクセルボンバーおっと JD 当たらない位置残ってしまえサトシ中段表ジーハイからのアルバムが繋がっていない投げたら進むチョコだベンテガリしかし最後ベンテガリ第1ラウンドモキアクセルここでちょっと待って第2ラウンドすごいこれがスーパーチップの機動力スカボンバー8番 TBS 置いてある当たれば半分天候石当てるしかないプレッシャーかかる投げが通るバーソンロッピーからおっとさあでもきあとは当てかんアクボンが通らずバックジャンプからすごい動きなんだこれデータプレイドちょっとお手合わせとかがあるアルファなんかこうなった空振り投げれない下がないガード動きが走ったジェイス当たっている表からこれは繋がるやつジェイリーアルファダウンバーストどうするこれうわFB 局さん服をしばいて一勝をキープまあ抜けは相当厳しい推しなんですが3試合目なかなか難しい状況を続けていた3試合目テクシャ戦闘バーサス西の星戦戦闘ドグラバーサス進めまずは1回通して難しげなここで無敵無敵バックステップジャンプイエスから足から枝を取ったエビベーダー通しませんカップ中ヒットエースめくりになるバーストベーターゲージがないゲージがノーゲージベータブレイドカーブしてジェリーカウントアタックミスアルファを6回ガンマで締めたこれは残った FBB だ D D ステクロスワイズ無敵から無敵だが FBB だ大事なのスペインだよだから6愛がバックダッシュの硬直に空中ヒットいかがかガードアイルフィードはスレイヤードグラいかがかねもっと帰れイエスから裏だぞイエローザこの後投げ抜き折り返し進むっぽいあーそういう裏表ゲームはちょっとなんか残ってたこちら危ない 2P2P まで裏回り 1-1
ライザナーが表から、このスラッシュは2を飲むで、さらに裏すごいダメージの中始まり、中段表ガードと少しから空投げで締めて折り返してくる。エンドゲだ、高げながらガマブレード追い打ちまで、まだ進め、スーパーチップ健在。大将戦、エキちゃんバスソース、まだ下がって下がって、ユウで消えた、エカちゃんリッパー93点が出た。ビビたちから逃げながらバースト大打になっている。中段に対してはイレッパで耐える、エカがいいね、悪いの出したけど犬を消さずに固め足、これ固めの形になるか。ジェリー犬から距離を取る、ここで消えた。89呼ばれ出たのは幽霊、いいですから何が出なかった、あーっと不幸、このボールかわしてもう一度固めをゲートする、幽霊が戻ってくる、投げたらロズ、丸いの巻き込んで、ヘタイでヘタスロスト折り返し、ハイスラワーガード、だがここで出ているだけ、ここを使ってシャガハイ広いまで。第1ラウンド、エキちゃん近づくといきます、エキバチいいところで振ってくれ、スコーボードがついてロッピー、ほんと幽霊が逆に出る、入ってこないでください、青さらにさらにバナナが邪魔、ロッピー逆はガード、エキちゃん固め直す、ここで剣70の剣中段ゲナン、バックステで耐える、だがこの剣を挟んだ立ち回り相当苦しい、リップは通らず固めて下がり置いて、ロッピー本体大空からのゲナンタク、エキちゃん中毒会社が OK、 出てエキちゃんバースト進め、まずはサインドピー、今来たいい、落ちといてますに、ここで幽霊を消したら出てきたのはいいね、サンバ取り、このゲンザップの脅威はさばきやすいチップ、機動力本当に持っててよかった、機動力またいるか、73とか5か剣、ここで剣で捕まえて赤だな、ゲラン中段中段、ここはアルファ使い逃げ、アルファ当てる、剣まだ打ててたので、手裏剣だけで手裏剣が本体になるから、落ちといて青から6回まで、落ちといて近づいていきます、出会いからゼロで拾う、アルファで締めて、ジェハイ裏、エリアガード幽霊潰した、バース使う、エキちゃんだがここで幽霊 KS とそのまま帰ってこないでくださいよ、重ねていく、第1ラウンドエキちゃんアルファプレイド移動消す、バスで潰して、どうする、三角折り、角度が変わる、今回の三角跳び、うわー、バナーバナー自然長すぎやろ、エピベーターだが犬に重なって落ちてきてしまった、すべ犬の
最初の片目はなんとか画面を広く抜けていく。ここで飛んできた。ジャンプ仕込みテイで脱出する。さあ犬が邪魔。犬消えた。出たのは剣パチプライゴン。リードエクシャー。エクシャー5番手。しかもネガティブが出るのがチップ側スプーン。ロッピーキープが出る。下段ガード、中段ガード、中下ガード、なんとか耐えた。中段ガード、アルファが通る。めぐり、うわーケースにならない。クリアできない。ここで不幸モードまで。勝ったのはエキシャン。敵者生存が21勝利というわけで始めていきましょう。アープルオブレーションカップ前哨戦、ギルティングギルティングアクセントがプラス2のディのツオーツ。決勝トライのベスト81戦目、変態王子と笑わない球バーサスで100足のサビマッチ。呼び上げをしている間に先方戦01バーサスバツーラ。まずはワンコン、ぶっきらかのワンコン。さらにバーディと京都阿長の草の根チームである変態王子と笑わない球。最近はちょっとあまりにも忙しくなってきたが01メロメ先方だが、ここで4からおっと決まらない。前杯から立ち回りを作りたい。一旦離れる。ボルカニックワイパー。これが松浦第1ラウンド。松浦ソル第2ラウンド DS から OK。うわー、ジェイスが当たらない。ここは第2ラウンドはレイジベロムが丁寧に立ち回っている。阿長の草の根でずっと対戦してきたというのはどれだけの経験値になっているか、それを確かめてほしい。体力リーダーレイジベロム、ブランドを抜ける。クラゲ失敗。ここで助け大空間のワンコン松浦ダウンバースト出しますからとは繋がっていないものの JS 投げ。なんかいろいろうさんくさかったが下段宅まで11。第3ラウンドバーディートアガードちゃんと立ち上がら投げてかっこいい。データ SID 6P ルービスルート。ただ画面端はね軸がずれる。立ち上からグランドマグリゲーミティナ2-3マニと届いていないボールがあるだな。ここでカウンター結構減るぞ。立ち上マジ当たっていない。 H1 チャンスだがとと。ライオット最後は金エス対空だと。まずは松浦ちょっと硬くなっていた。対象戦世界で一番 FB なオン未来バーサストーヌス尾形 MGA アンティバーサスジャスティス。今までのシリーズではギルティギアの根性値5だったのはアンティキャラだったんですが、ジャスティスの根性値5です。硬いこの両キャラ。このミカエルソードが超えられないアンティ。裸じゃジャスティスには触れない。立ち合い SDT がこれは受け身取れるんで、さあ来たかめだし。オルスだぜ。だがそこでブレードガードした。なんかジャンプアイスだ。テイラー通してバーストガードシーツ。バックスケが強いよジャスティスさん。ダウン取った。さて NB を投げる簡単なお仕事、簡単なお仕事。これはきつい。抜けたい。抜けたいから何で言って。 IH 足か。次から、
削っていくキーパーストーン、あれを出すよね。一斉奥義、第1ラウンドは未来、第2ラウンドやっぱりミカエルソードからスタート、レイハイから拾っている、 NB ルートミカエルソード、おっとジャンプアイスラが当たらない、惜しい、ロケ本当にミカエルソードとしゃがみアイスラに対して 3K で真っ向勝負、ミカエルガード、ミカエルガードシッツを投げる、 SPT かわして、タフは折り返し、もちろんリンからオンにつないで画面足、 F1 シッツレーザーグレー、ここまでは予定調和、だが最後はロック F2 コー、そらそうよ、未来アンジー取り返すのは数少ない一人、未来ここでなんとか残していきます、決定戦、未来 VS 松浦、まずはグランドに対して、あーノーマルオンは弱かったか、投げ暴れ、ゴルマガードですよね、蹴り落とし2対1のケアが難しいアンジー、まず一発目ゲージを使ったから、二発目のクイーンがない、立ち系タイプマグリクイーンが出ない、おいしい、 F2 PP から大手掴んで画面発進、あるある、 TS シッツゴルカで割る、キーパーを当てる、削りは勘弁から下がる、ルギーガードですよね、青が出なかった、第1ラウンドは松浦、第2ラウンド出したし、これはバックステーさばいて、ロケこれは有利、足払いにライオットぶっ刺さる、ファジー未来耐える微妙な地上戦、地上牽制に何か合わせないとは大変と、まあびっくりしに式やね、シッツグランド、これは重ならないんでグランド確定、ワグリーバディとトアジェイス当てていく、ウジン2段ハイダップからシン JK 状況を見ながらトア飛んでしまう、ジェイハイ一発カウンター、これはバンダイシッツロケガード、パフロケ取れない、キーパーかわしていた、サードスレリーダーソレ松浦、ダウンフレームまで勝ったのは松浦、ベテランチーム100、まあどちらもキャラ別だいぶ上の方にいるよプレイヤー、ベスト8 2戦目、東方幻影ヒロコミ派炎月剣 VS イニシャル D、 前方ケナコ VS デプレー、まずは中段ガード、デプレーの対応に対してどっからねじ込んでいくか、ケナコ、ケナコのノックがどっから始まるか、これ赤いやつ、あーるーダブダンかわして、何がかんと言いますと、メインのジャンプアイスのカウンターは人が死にます、本当に人が死にます、体力リードはわずかにメイン、いやゴムか、デスクローリングを使って丁寧に画面中央を維持していくケナコ、メテオガード、このマウント相打ち毒がつく、頑張って中段ガード、ドアー刺さってしまう、第1ラウンドはデフレ、レレーの突きから JK に落ちる、 3K 愛知ダウン取った、あー下だった、だいぶ安くなりました、ラストからの下段、さあこれドリカン中段から6ハイ、まさか6アイスラが中断だったとは、ジャンパイはカウンター、互いの追撃、8K で落として
嘘でガル僕なかなかないから6回カウント終わっちゃう。デッドアークル警戒しながら縦で相打ち、テダコがノックする、投げ返している、バースト警戒した結果がこれ。サードスレー立ち切れまで、またありますよ。マガトロサチュ、このカムイというチーム名がどんだけ中二な二つ名を付けられるかでみんな争ってるという噂なんですが、大将戦サトゥ VS デイ、勝敗がカムイさんレイネス当たるが取りきれない。今回のテスタメントはなかなかいい要塞キャラ、各種デッジを使いながらの立ち回りが強力なキャラに仕上がった。一人からゼーネスが当たってもう一度センチ FB ファンドボトル、ガードしてもマーキングがつく、タチピータチピーが高速しゃがみに当たります。いいスパイク、ゼーネスをつけてなんからラストに締める。キラーはデッドオーブル重なって注意を迫らない。エグネビーストに対してロックエで差し込んでいった、このコインを2回当てるコンボ、エッカスバースト強要、すげえ暴れている、投げれない、断ち切り終わった、遠征頑張れ。第1ラウンドスタート、第2ラウンド、イエス置いてやる、バースト対応、おっとランスが出ない、ランカスじゃないとランが取れない。イグネビースト2コインが当たって 6A カウンター、6回上段から上段ループ、おっとゼミネストガードが立ち消えたいく、コインループまでダメ出し、マウント車外で抜ける、差し上げようファントムソウル、6ページこれ中断、立ち切り拾いながら足払い来たね、行くぜ、そしてゼイネスト、この固め1-1 ASRI からの出番だか、ランカスからフレームリーが出かえてイグネビスエッジ、ゲナンガード重ねてイグネビスからゲナンタク、車外カウンターバースを使っていく、さて歩きゲナンジェディ、これが強い、車外ゼーレス消して立ち合いカウンターだが6回届かず、タチピー落ちなくてこれな、通らない、勝ったのはデイ、キーンキープとは何だったの、そうやな、そんな時代やもんな。見ていきましょう、ベスト8第3戦、破滅へのロンド VS 永遠の17歳、先攻は先攻のおしげ VS コロちゃん、ミリア VS ソレ、立ち合い置いてある、ここでバースト強要、走り込む J-HYP、 立ちでバックステに当たる、ゲージを吐いてつぐり、スリーバーディーと奥手目は途中の失敗、ダーク大空ワンクリーン、クリーンが出たら取れない、そしてここで JP 第1ラウンド、コロちゃんこれは来たか、第2ラウンドダッシュ立ち食い、しない J ハイ高速ラックで降りる、おしげ差し返せ、今の様子見差し返して、なんとこれは通さない、ガーデかわしていったが、おしげここでワンコン、めくりも燃える、めくりを当てる、どっちかというとボルカ対策、おっと
回が当たらないパターン。一旦トロちゃんバンディーカーで抜けたが、サイレントフォース青から、サイレントフォースからロンギヌスジャンプディ。ジジバンディーとカウンター、燃えたコピー総裁ですよね。イエスまでガード、足払いからタンデム重ね、これは上に逃れる、足カウンター、バースト読み、これバースト、フラが断ち切りを持って右に断ち切りが通る、これはさすがにフィニッシュ。まずはソルおじさん、ちなみに現在全1 S マイナスランキングレード、エキちゃんとルーが今全1のはず。大将戦ルーバーサスエフテ、楽しんでみてくださいね。子供だと思わない方がいいよ。第1ラウンド、まずは遠距離 S の打ち合い、コピーロック、 A サイクから入れ替える。さて開幕で体力リードしたルー、ここからこの辺からもう立ち回り出すのかな。ラッピー立ち回り出した、 F でどっから突破する、このルーの立ち回り、 J ハイはガード、ロッピーローリング JDS からのコンボ、ヨーヨーが戻ってくる、突破するが中断、ロッピーうまく落とす、いいダメ、エグミジャック、そして飛ばせて落とすまで。第1ラウンドルブリジット、第2ラウンド、フワッフワッ空投げ、ロッピー F でもなんかもうやる気満々、当たるーとロッピーを2回分回していった。ロッピーできないからエナーガード、ここ暴れるロペス、ちゃんとジャンプに対して実利を取っていく、この動きロッピー速い、リーダルこのルーの守りの硬さ、どうにかして突破したい。ヨーヨーを挟んだ立ち回り、中間距離から逆に抜ける、縦イルカもしっかりクリア、ヨーヨーを連れていく立ち回り、長く投げ投げやばれ、バーストは青、ループだループ、あルーさん中段ガード、どうすのこれ、ヨーヨー投げてオリブ脱出、しかしゲットが降ってきた、まさかじ。というわけで決定戦ルーバーサスコロちゃん、エースでまた止める、ダンクでフェイントでゲージを貯めるコロちゃん、どうせ体力リードしたらルーは攻めてこないので、ダンクでフェイントで地味にゲージを貯め貯めていく、そういう動き。ロックエスカウンター、これは取りきれない、はい、ホールドする、これは引っ掛けてローリング読み、これはガード、立ち合い単発実利でだいぶ体力差が詰まった、なんとかわしたバースト、ロケですコルト、チャンスを伺うコロちゃん、一発もいい、ロッピーこれも単発ボールか、走り込み、これはポルトに離した、コロちゃんもチャンスを伺う、リーダルデータジューニュース旅合わせでいくがコンボミス、耐えた、ボルカガード、さすがに通してくれない。第1ラウンドル、第2ラウンドダッシュ投げ、そんなに開幕が欲しいのか、野心止め、ロケスヨーヨー伸び、体力リーダーこぼれる、やはり開始15カウントで体力リードを奪っていく、この動きがあるからこその後半の守り切り、
金ダッシュ、金ダッシュいっぱい、ヨーヨーカウンターバータイして、キックスタート2回目からヨーヨー、うわー、これはわからん、勝ったのある、いやー大会そんなに強くない、手が震えてる、ベスト8内容戦、敵者生存 VS 超音速のコパン、先方撃者 VS アイザッパ VS カイ、アインは置き技として3敗する、あの技を多用していくんですが、ザッパには最強の置き技がある、遠距離エッセン、チャージガードさせながら殺しきる、悪いよライトリングからの回、現在ヴェーパーキャブ、そしてダゲがボール、一瞬で殺しきり、第1ラウンドアイ、第2ラウンドジャンプで乗られて画面中央へ、さあはい、足払いだがちょっと良くなったかと、総裁ゼロと3杯、先ほど言っていた置き場の賠償だが、ゼロと3杯は総裁、ここで抜けて抜けてね、アイコン開け、うまくて、さあここから剣を挟んだ立ち回り、あなくなった仲間だけ、足払い仲間だけ、おっと剣を置き去りにしたがディッパーバレー、剣を挟んだ立ち回り、ロッピー体育チャージレンダーブルガード、このガードも強い、ダイビングズラシペーパースラスト6回ロッケー空中チャージチャージガードした、だがここでコンボミス、悪いのセーフ、出たのはケン、ロッピーから中段つながっていない、空だけだがメーパースラスト、どうする、さあ固めて通らず、またいつでもお会いできます、勝ったのはいい、もちろんキキポーチ、アイン限定下に殴り研究委員会、ひどいチームだ、大将戦ドグラ VS 七夕、攻めるロケガード、だがここで直が進んでる感じ、社会足払い取っていく、ここはベテランらしい動き、ドグラ DD 戦抜けていく、 DD 戦クロスワイズ、持続が引っかかって思いが芯を駆け抜けた、6回2回6回6回当てていくのが若さだが、バイルバンカー、お互いバースを使ってタッチで DD セクロス、さあここ1列6敗まで、じゃあ俺も6回、第1ラウンドはドグラ、第2ラウンド立ち止めてロッケーガード、歩き下段エロい、ダストが通る、大会ならではダストアタック、落ちない、投げ返す、 S から SD ステン D ファイル、どうする、無敵ジャンプ読み通さない、 DD ステンファイル確定しない、ワンチャンダウン取ってです、ここでだがここでリピュー、決定戦ドグラ VS アイン、まずは一旦下がる両者、ジェースかわいいな、じゃあはい、じゃあはい、当てる、そして3敗を重ねていく、足払い1名のガード、だから DP から DD スクロス、ここでバースト、なんか足払い果敢に差し込んでいく、
ゴブラペーパータイトル。さあボルトラドアスラム失敗。結構高いんじゃね。ペーパー2 5回当たらんだが2投げ逆転チャージ丸いのギリギリセクロス1レードペーパー。ここでゲートつばすぞ。6回から JK 残らず第1ラウンドはドグラスレイヤー。第2ラウンド開幕スタンいきなりのインプレートで JS1 吸血。ドグラもネタを惜しまない。6回ガードロッピーカウンター拾えず。ロッケ歩いてそしてバンバン負け足払い通していく。リリースでこれはかぶった。JS サイドからゲナーカードジャガーが通るやバーストバンバンカウンター足払いバーストリッパー赤から通ったワンちゃん仕掛けたガードリピーガードしてリリースファイル確定ジェイス重なった。悪いのから現在ベーバースラストジェニー裏最後は裏を迫っていった。はい取り返す1-1第3ラウンド行け何もしない行け6回当てたがここでやっとコンボダメ足ゲダーガード歩きから1レートまでガードしたマッパマッパバックスで切り返すアイドさん5回ガード5回ガード行け差し込むジェイスから刻むか暴れまさかの逃げ暴れファイルガード一発でダウン取ってイエスゴミ固めていくがいい。一旦下がるペーパースラストなんだぞいいよガードした体力差僅差になった。立ち蹴り止めてロッケアガードはい集中している。ここでバーストライトのライトリングガードからゲラウン GSP 通ってチャージディースで耐える。うわピッパーコーゴミスだが持っていたの。見ていきましょう。アークレボリューションカップ前哨戦2の2ギリティカイクデックスアクセントがプラス2のディート準決勝第1試合ヤマシクサニーパンチ VS イニシャルルーキー戦法 MGA VS テンプレイ。いやジャスティステージの音楽久々に聞いた。シュナガオ見返るソードに差し込んできたが何もできない。空投げ取ったのは MGA だがここは詐欺ってない。逃げからバースト NB は上から抜けるきっちりだが軽かった。逆に回ってやっと NB を投げられた。 JS で速いですからどう対応していく。ブレイドこれ外れた。ソード愛はガードしたがミカエルソードの出がかりきっちり差し込んでいった。第1ラウンドデフレ第2ラウンド表毒がつく固めてエース差し込んだ。ミカエルメテは逆に受けるバックスガラス投射は中段ガードよく見てる。ミカエルソードバースト確定した着地成功。ジェニーからだがピンバースト毒がつく。ジェニーからドアレレレが刺さった。山場立ち切りからワンコンかなり蹴った。前半ジェイスはガード2回ソード爆弾の追撃
だがここで空爆、ここは対さて大将戦松浦バーサス勢一手でよくは回転なのか、立ち切れ止めてファントムソウルマーキングがつく、AS6 系やんと見ている6系6回からインターセッチとトルカがスカルファースト使っていた松浦受けながら中段が飛んでくる、前から後ろからもう分かんねえぞ、投げが間に合う、歩き金屋さん、これがね、最後3回目で6回6回だが出したし、どこだっけジェイス、ここだー、ゼーネスはここにある、コメ一人が第1ラウンドでロッピータイグノーマルぶっちらで掴む、ラスト成功、手だ見てから手だけ余裕でした、ここで一人ライオット読み、ライオット対応だがいいタイミングでカラスが邪魔をした、マーキングイングレビーストからのロッピー、ここでバースト、すごい連携が手厚い、サンハイグレブリがケッチから中段、もう一回出た中段ガード、 JP 行け、うまく JP、今の JP の起きはうまい、いたて、いびロボ界かっこ笑い勝負仕上がってんだ、さあで見ていきましょう、準決勝第2試合、敵者制度サバイバルフィステスト VS 破滅制度リルプ国ロンド、先方ドグラバーサスルスレイヤーブリスト、まずは開幕行くしかない、テーダ通してドグラが先制、先がさねバーソン、まずは半分、これはドグラ的にはこれ以上ないスタート、あとは攻めてくれブリギット、守りが強い対応力で、対応力のあるスレイヤーで暴いていけばといったところか、中段スパー、これで体力はほぼ飛ぶ、やっぱカウンターですよね、見逃しません、ドグラリードロッケースパー、ローリング下段コンボミス、ディーステディーパイルまで第1ラウンド、ドグラマッパちょっと立ち系は当たらない高さ、シャダミッパ下段が通る、ルーが攻める、中下段ここはフォルトでしのいだ、どうだ羽根 JP ヨーヨー戻してきて、うわ EP 止める、イエスタイク対応力、さあここはルーが呼び勝つ、レッド裏 JP 抑えてヨーヨー置いての嫌がらせしたいが、ドグラ追いかける、イエス上と青が出ない、イエスガード、ドグラワンチャン、ピッパー届かず、イエス潰し、今度は投げたる対応シーグリードある、画面が広い、最後はヨーヨー嫌がらせで OK、 11第3ラウンドムーンダイク、休めだが初手はどこだ、マッパ足までカウント、ファースト失敗、ムーンダイクからワンヒット、ヨーヨーガード、もう一度接地から跳ねダッシュ、だがマッパマッキング、ミッパー起きてめ、リーダードグラ
系から攻めていきたいルー。僕ではディスティニータイム確定させた。アイチ、あとは死ぬまでにゲージが溜まればといったところがどうだ。足払いヨーヨー当たってワンコンボ、フットルースジョーニースターで割って、まだ追いつく、タッチピー大空、大事なし大挑戦、エキシャバーサスオシゲ。まずは剣、打って出たのは剣、91いる、犬の畳が始まった、逃げた、高速落下。さてまず最初犬の畳は逃れてジェスバースト、出たのは剣から中段ガード、体力リーダーエクシャン、ロッピー、これは下段を直下で耐える、サイレントホースからすぐデッドアークル、下段が通る、おっと剣が当たるナイフ、サイレントホースカウンターさあ集まるか、下段が中段、さあ1回成功、ロッピーガード、下段ガード、エクシャーガードがない、ジェイハイカウンター、打って出たのはケン、ゲランガード中段、中段、これがザッパー第1ラウンド、エクシャー JDS という技があってたな、あれが中段、第2ラウンド開幕はユーロ、サイレントボス K で降りる、サイレントボス、サイレントボスで降りながらワンコンを取ったのはおしげ、下段たくバーストで降りる、バースト直側から確定反撃が高い、プリティスカシゲダン、イリア伝統のスカシゲダン、バッド KKKK S バネ11第3ラウンド、アイオンセバー爆捨てで砂漠、出たのは剣、4割減った、ただ剣サイレントボース対空をずらして中段タク、高いコンボガーデンから下段が通る、バースト成功、サイレントボースタンデムルート、車外からイループ、これは残らない、おしげ取り返す、今回のアークレボ前哨戦ここで激突と、準決勝第2試合敵者製造 VS 破滅へのロード決定戦、ドグラ VS おしげ投げ返すと、ここはリバーサーバックスで、お互いまずは手の内を軽く見せていく、手の内を見せていく、足払いカウンター拾いきれない、コンボミス分け合った、始まり、どちらかというとおしげが攻めてドグラが対応といった感じ、アルティネバーバスト、リーダードグラ、ロッケーロッケー、ここでロッキーです、タデムできなくて読んで潰す、バースト JK からクロスワイズ拾えない、ロッケー立ちくらい投げが通る、ロッキーピッパーガードした、ゲージがギリギリ残っていた、ゲダンディーステパイルまで、第1ラウンドはドグラ開幕ロッケー、最近のおしげはこういう開幕をやってくる、コースで回収した、ゲダロケガードファイルは達成がある、ここはガーデン、ユーリフレームの多いガーデン、投げが通る、 KD ルート、おっとだがめくりプリティーベース、ロケガーデン上に逃れている、しっかり読み切った、ガーデンが戻ってくる、いちいち
第3ラウンド敵マッパはかわしながら中段ガードターンでも置いて立ち上げ投げ漏れ、ここはドブラバースト JK で追い払って ES で対空ロッケやクーガー前転いけ刺さるバネイーステクロスは様子見ガードループからタンデボキ足払いカウントバタイして J ハイガサクーラゲ取れない押し込むがバックスプリティ置くバーストマリアーズ勝ったのはおしげオーキッキーはエキシャに怯えている、そんな印象を受ける。あ、こちら怖い再現定戦敵者生存 VS 百科式サリバチ先生先方はドブラ VS マツーラガンフレカウンターバーストとここはマツーラいい顔している。エラン足払い通してドブラガードまたこの辺なかなかドブラがいいリズムで攻めていたが、イエス止めて、BP からリズムがいい、ボルガガード、ビッパー確定、マーク、手配先から、おっと、ライオットカウンター、マグリ、スプリ、バンディット、スパゲラ、ガード、JP からだ、ここは DP、連携に行かせません。第1ラウンドはドグラスレイヤーマッパおっと走り込んだラッシュタッチすぐにおっと拾えないロッピーカウンター読みが鋭いイエス落として JP からマッパフェイントお互い噛み合わせていく下段JP、もり投げ、ブッキラー無敵ジャンプ耐えていく、受け取って、ガブレ、走り込み、ダンボイチャーもいただけ、どうする、足払い、やばーやらかしたがコンボミス、ライオットまで、1-1。すごいイツレイトを通したがトンボミス第3ラウンドイツレイトバーストクロシグ体力リーダードグラから始まった第3ラウンドボルガカウンターこれがあっただがアムアドのクリーンが結構むずいジェゲマッパボルガアルティゲダここでビッパートンボミスさすがに毎回毎回 100% でできる男など気がしないと足払いカウンターマッパ潰すアフレガードここで断ち切りインステクロス残ってボルカ打つしかなかったか所属会社代表でエキシャン VS トーブス大型 MGA さてザッパ VS ジャスティス対戦どうなんだこの対戦どうなの剣が出ちゃったんでこれ赤になっちゃうほら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 当て身を警戒しながら剣が剣がジャスティスの行く手を阻むここで当てみとバース読みだったがジェディ NB2 個投げてだが幽霊 NB をかわすしかしミカエルソード幽霊消した犬ジェイスからジェディから NB 上2個燃やして NB アウト帰るどうするリードはジャスティスエネミー巻くしかないのかそれでもゴルフボールと一緒に固めてエースカウンター
重ねて、これは固めに行くわ。バーストガード、手配手で通っちゃった。分かりそうだね。第1ラウンド MG、 第2ラウンド、シャガハイがとにかく長い。アテミ取った。おっと、ジェイスリー、どうする、ジェリー通っている、2回で落として、3人飛び、とりあえずブレードの追撃、犬が置いてあった。亀足固めて固めて固めて、永久やラオ、これめっちゃヘルミやけど、3レープ死なない、イカエルブレードだが立っていたのはザッパ、11イカエルブレード大打ちを取るとはザッパ、さすがラオウさん、さすがです。ここでスコーモード継続継続、一旦下がる、スコーモードがなくなった、イカエルソード、剣が置いてある、 NB が当たっている、ワーストガード、ジャンペースの全体の見てください、あきれ顔、プレーの合わせながら通らず、エクちゃん幽霊、スコーモードがついている、チョップガーで耐える MGA、 また幽霊、8人からバーストを使う、体力キーさ、本当に長い試合になっているザッパー VS ジャスティス、 ES 置きながら寄せない動き、寄ってきた、ジェリー詐欺、 AS が通る、ジョブガーでゲージを食べながら寄ってくる MGA、 NB 置いて2回ゾーン届かず、ここでスコーモード、2回ゾーン相打ち、こっからジャスティスが硬い、いないけカウント繋がるとは、あのジャン S、 ジャンハイか。さーて決定戦、決定戦いきましょう、ドグラバーサス MGA、スレイヤーバーサス、そして開幕は低空に帰るソード、まあ定番、おっと S2 ステで抜けてインスレイドカウント、マンパ立ち芸が余裕で間に合った、インスレイドバード、インスレイドビッパーから足コン、ジェリー落として、コンターゲナー入れ替えた、とエルビー、エルビー、ジェリーから下段シューゲットガード、社外通らず、一旦中央へ逃れる、どうだ、どうとどめをさせ、フェイント、超えた、次から中段ガード、いい配置、しかしここでミカエル割り込んでいった、マッパハンチ、第1ラウンドドグラ、第2ラウンド JK カウンター、バーソンガードですよね、バタイイツレートガード、イツレートと、ここでバックセー、シャガハイ LB ルートとは拾えない、逆にドグラ拾ってコンボ、イツレートガード、 SPD 昇竜で耐える、みんなドグラ、ゲラン、さて SPD を巻き出した、みんなで LB を巻き出して、いったジャンプ、ここでディースティーパイル、ドグラ一戦いきましょう、ギルティギアイグレスアクセントがプラス料理とアークリムレジオカップ前哨戦2オンズ決勝、イニシャル D バーサス破滅へのロード、先方デクレバーサスル
まずはロケース2発から実利を取っていたる。ヨーヨー嫌がらせ、メテオは2ヒット、ロッピーカウント、体力5分。さあこっからブリギット射的していく。デフレ、まだターンが欲しい。手段青を通して中継同時バースト成功。裏から投げる、ハンマー当たっている、バタイ本当にならず、トライ、ジャックが消える、ロッピーノーマル、タッチ系カウンター、コンボができないが、最後は FB ドア後ろから行きますよ。第1ラウンドデフレ、第2ラウンドスターシップ、レレレは避けると拾いきれない、ソーデはカウンター、あれこれ危ない、リードはデフレ、ジェイス、シャワヘイ、アイテム、え、アイテム、青を使う、全部、デフレが押し、逃げでかわして、ハグ、ロケースガード、ジェイディ巻き込んだ、なんか追撃当たってんと、え、あ、燃えた、EP から。ラッシュ逃げ差し勝った、足払いガンガン込んだと、だがドアじゃーろかいすら前方戦制したのはデフレ。大将戦デイバーサス押し剣、まずは前転だけ、ついにここで押し剣前転だけを解禁していく。ユニフレームの側でこれはバウタが重なるんで確定を決めて、だがコンボミス、バットメンダウンバーストとリードを押してロッケ届かないからロッケガード遠距離で差し込んでいく。プリディはバックステ、このリバーサバックステですよ、守りのデイ、だが AS ロッケです、中南拓第1ラウンド押し切れ、第2ラウンドシャガー通していく、バストコース、ジャンプ D はコンボになれ、今作中段 J2 ルート、なんでめ足払いが通る、バストデコが S サイからプリティデータアングルからゲダンタブ、ワンチャンス、リングでロッピーが通る、空中確認して南下せ、リングで飛行がされからウルフト、ルプト裏デイ取り返す、1-1、第3ラウンド前転だけ抜ける、これが守りのデイ、体力リードはここでデイ、ゼーレスト南下すから右手下段が通れ、右手杖下段が通りながら前後ろと、おっとこれはダウンか、ちょっとだけバントでガードしてしまうが、ここで消えたマーキング、じゃないから右手青ゼーレストが邪魔をしてウィークアップ投げさせない、アイアンセバーからタデムガード足払い、バットメン1回成功、コンボミス全然通らず、勝ったのはイニシャル D。 というわけで前哨戦、今日の前哨戦優勝はイニシャル D、 拍手。